いや次さまたさ、Vスポメンバー誰か声かけてさ、クソ雑声真似ショート動画、まあ、ちょっとだけね、1分ぐらい、1、2分ぐらいのやつ作ろうかなって思ってるんだけど、誰にやってほしい？似てる似てないは関係ない。誰かウボウギンやってくんないかな、Vスポメンバーで。ウボウギン。Vスポメンバーでさ、ウボウギンやってくれたらさ、クラピカ対ウボウギン再現できるんだけど。対戦を確認。ウボウギンやってくんないかな。トトちゃんにお願いしてみよう。もうね、もう。トト先輩に、ウボウギンの役お願いしてもいいですかなんて、口が裂けても言えないわ。ウボウギン？何それ？いいよ？とか言いそうだもん。前はさ、なんかメンバーと会うたびに、私結構ね、これ結構ちょっとバレるとキモいんだけど、メンバーと会うときに会ったこと、メンバーと会ってその起きた出来事とかをメモにしてるんですよ。こういうことがあったとか、なんならメンバーの印象とかもメモで残してますね。トトさんの印象はね、メモで残してるのは、声かわいい、癒し、怒ったら怖そう、あなたバロうまいわねーって言ってくれた、周りに流されず自分を持っている、マイペースなイメージ、穏やかでまったり系なのに FPS が強いというギャップがある。なんかポケモンの紹介みたいな、ポケモンの紹介みたいな書き方してる。まだこれみんなのことを全く知らない時の印象だからね、多少はちょっと許してください。あと昨日ね、寝る前にさ、てか最近思ったこと言っていい？ V スポメンバーのこと。トト先輩はね、昼寝がいつもバケモンすぎるな、最近。最近めっちゃ思ってる。トト先輩の昼寝どうなってんのって最近思ってる。だってさ、昼寝とか言ってさ、私寝る前にね、起きてたんだよ。よく寝た、深夜2時とか。可愛いけどね、それが。すやすやしてそう。昼寝じゃないよね。昼寝とはってなる。トトチマジで可愛い。お先輩いいよな。普通にオタクだから、いない、本人がいないところでトトチとか言うやつね。トトチマジで可愛いし、トトチキザ可愛いです。ああ、で次がトトか。なんかトトはなんか最近めっちゃ話すとかいう機会あんまり最近ないんだけど。まあ、昔ね、めっちゃもう本当に毎日のように会ってたから懐かしいな。めっちゃ熱いわ。なんかトトも結構なんかなでなで枠じゃないですか、可愛いみたいな、大まかしてるじゃないですか。なんかでもトトは結構自分の考えちゃんと持ってて、ここはこうでしょみたいな、めっちゃほんわりしてるのにさ、なんかインベントリの中ぐちゃぐちゃにしてたらめっちゃ怒ったりするじゃん。ねえ、汚いみたいな。誰みたいな。すいませんってなるんだけど。なんか、急にこだわり持つところをめちゃくちゃツボなんだよな、すいでな。吐き掃除券ね。エマちゃんと結構でもタイプ似てます。トトは。本当にトトもなんか結構マイナスのことは言わないタイプかな。だから話してて結構落ち着きます。そう、負の感情持たないタイプだから、めちゃくちゃ喋ってて楽しいし、でもさ、スリッパ蹴って怒った事件でさ、加賀家にトトが来てる時にでしょ、それトトのスリッパをなんかナズちゃんだけ蹴ったの。スミレじゃないよね、多分ナズちゃんだよね。ナズちゃんが確かトトの揃えてたトトのスリッパを蹴ってちゃって、くっそ切れたんだよな。めちゃくちゃ好きだわその話。そうそう、部屋取るときにトトのスリッパペイって蹴っちゃって、それを後からトトが発見して、スリッパ蹴ったの誰みたいな。並べてたよねみたいな。
怒ってて、なんかめっちゃ面白かったんだよな。なんか二人で言い合ってるみたいな。普段ほわーっとしてるのに、なんかちゃんとこだわり持ってるから、こだわりに触れてしまった時になんかめっちゃ怒るから、なんかめっちゃ面白いんだよな。怒ってるのも可愛いってなる。穏やかになる。怒っててもわーごめんねってなる。そう、結構几帳面なんだね。そうだね、なんか整理整頓好きなのかなって思う。めっちゃきっちりしてるのが好きみたいな。トトちゃん変わったって。トト何も変わってない。まあトトな、でも言うたらトトも多分大人になったなって思う。トトも変わったと思うよ。大人になったよ絶対。うん、トトもガキだったしね。確かに私たちやっぱあの頃ガキだったよ。 LVG 全員ガキだったよね。そうガキだったね。弱かった、うん。でもトトのね、忘年会来なかった理由がね、なんかね、ウケるっていうね。トトの忘年会来ないっていうマジでウケるんだよね。トト忘年会来ないのったら、いやーその日美容院予約してるから行かないって言ってて。これさ、あの断るためのさ理由だと思うやん。あの彼女は正気で言ってんだよね。あの心の底は正気で美容院予約したから行かないって言ってんの。なんで別に美容院別の日にしたらいいじゃんったら、だってもう美容院すごい前から予約してるんだよって言って、多分トトたち美容院すごい前から予約するタイプなんだよね。結構大半の人がなんかもうその日のうちに予約したりするっていうこと彼女は知らないんだよね。前日とかね、美容院ってさ、私前日か前日とかさ、あの当日に予約するんだけど、まあそれはこがトトっていう女なんですよ。あれ、これ誰んちだっけ。トト先輩んちもしかして。あれ、こんな発展してたっけ。うわ綺麗、お花も可愛い。変わってないか、確かに。トト先輩がマイクラしてんの。あ、マリコ来た、ちょっと待って。ただいま宅配です。やばい、トト先輩んちで寝よう今日。トト先輩んちのベッドどこ。トト先輩、ここか。こやー、いいな、ちゃんとロフトだ。ちゃんと寝るベッドがあって本棚があって、すごい、ちゃんと家だ。うわ、ゴンザレスがいっぱいいる。コンザレス、コンザレス、こいつだけコンザレスなんだけど、ゴンザレス2匹いる。鳥。鳥えぐい。お前鳥って言うのか。コンザレス、ゴンザレス。待って、ゴンサレスだわ。本物はお前だ。コンザレス、ゴンザレス、ゴンサレス。ぱっと見わからん。うわ、すごい。ブラマイしてある。待って、ちゃんと木の階段敷いてあるんやけど。すごい。すごいね。